どうも、キミカ改め巻きかです。この動画はマットの選び方です。色やサイズによっていろんな有利不利が出てくるので、なんとなくで選んで損しないように専門的な立場からポイント5つ要領よくお伝えします。これからマットを購入される方はもちろんですが、すでにお持ちの方も無意識のうちに延期制約を生じているかもしれません。ぜひご確認ください。商品ページにはもちろん寸法が記載されていますが、何センチ何センチと言われてもなかなか実物の使用感イメージしづらいでしょう。そこでこの動画では A4 のコピー用紙何枚分と表現します。 A4 お分かりになるでしょうか。クリアファイルなどに入る身近な紙のサイズです。ぜひ手元に A4 の紙とトランプご用意ください。上に広げてみるとこれからお話しする内容飲み込みやすいと思います。まず細かい話は抜きに、おすすめはと一言で聞かれたら、価格含めてご提案しやすいのはこちら、エコノミークロースアップパッドの 16×23 インチ黒です。2023年現在2000円台で購入できて、梱包含め品質良好です。本来ご予算が許すのであれば、もう少しだけ小さい TCC 製のスウェードレザーパッドのラージサイズの黒、こちらは緑ですが黒がおすすめです。ただ少々お高いので値段含めて手が出しやすいのはこちらエコノミーの 16×23 サイズです。今ご紹介した2つ重ねてみるとこんな感じ。下のエコノミーの方で A4 用紙4つ分ほぼ収まります。少し大きいと感じる方、では1つ下のサイズはどうなるかというと、一気に半分の A4 の紙2枚分になってしまいます。エコノミーでもレザーパッドでも同じく A4 2枚分です。実際に A4 2枚並べて、その上でカードを丸っこくスプレッドしてみてください。真ん中の方は突き出せますが、端の方のカードは選んで突き出したりするともうマットからはみ出してしまいます。見た目にもよくありませんし、カードが汚れる原因にもなります。言ってみればちょっとはみ出すけれども、ギリギリカードマジックが披露できるのが A4 2枚分のサイズです。持ち運びやすい利点はありますが、その分これから説明する肩こりの原因、そして前後左右のミスディレクションが効かないという中長期的なデメリットがあります。そこでチェックポイント1つ目、肩幅の確認です。皆さん毎日のようにトランプコイン触って練習するでしょう。マットが狭いと肩こり、首こりの原因になります。立つ座るどちらにせよ、無意識的に横幅マットからはみ出さないように脇が締まって筋肉がこわばる、あるいは肩が前に出てきて猫背になって小さく収めようとする、これらは肩こりの原因になります。また縦幅も小さいので目線が斜めではなく真下に向きがちです。すなわち首こりの原因にもなります。今日一日はそれでやり過ごせても、買ってから1年後の肩こりやそれによる練習集中力の差は見過ごせないでしょう。肩幅は子供から大人まで年齢や性別含めて個人差がありますので、自分で確認するのが大切です。チェック方法をお教えしましょう。両腕を体の横に下ろして自然に力を抜いておきます。正面を向いたままマットを見ずに卓上に両手を投げ出します。この時も脇が締まらないように力を抜いています。手の位置を確認します。拳は肩幅よりも少し内側にあるでしょう。そして小指の付け根、あるいは手の甲がマットのへりや角のギリギリ、あるいはかかってしまっている場合はもっと大きいマットを選ぶのが健康上は良いでしょう。というのも、練習実演中は硬い机に手が当たるよりも手触りの良いマットの上に自然と行きます。この時マットのへりに手がかかってめくれ上がらないようにやや内側に置く無意識もあります。それを踏まえて身が縮こまらないよう横幅余裕のあるマットを選びたいわけです。私身長169センチですが、平均的な成人男性日本人であれば A4 サイズ2枚分では小さいでしょう。そこでその上 A4 4つ分をおすすめします。次ポイント2つ目、マット周囲での前後左右のミスディレクションという観点があります。これも A4 2枚分小さいマットですとミスディレクションに不利が生じています。よく見かける具体的な例を挙げましょう。レナート・グリーンさんのレーザーディールという演目があります。スナップディールを駆使して卓上に配ったカードがそのまま次々消えていくマジックです。これはマットが狭いと現象を見せる場所とカードをパームして机のへりにかけた位置が近く視界から外れず、
ミスディレクションが効かなくなります。これは前後左右の区別が大切です。マットが小さいと奥行きが短くなるので、現象を見せる場所とパームしている手が近づいて観客が注視している範囲内にパーム物が入ってしまうわけです。またレナート・グリーンさんの実演見ますと、前後よりも左右に大きくミスディレクションをかけています。体を横に傾けてパームした手を視界の外に追いやっているわけです。これもマットが小さいと普段の演技はコンパクトなのに、レーザーディールの時だけ手が横に大きく動いてあざとくなってしまいます。普段から大きいマットを使っていれば他の演技パートでものびのび左右に広がりがありますので、手を置くだけでも視界の外に外れやすくなります。はい、ご理解いただけたでしょう。このマジックに限らずミスディレクション全部に関わる話です。例えば客のサインカードがいつの間にか箱の上や下に移動するマジックを演じるとして、狭いマットの上よりももう少し体から離して目立たない脇に追いやりたいでしょう。直接机に置くと硬いので音が立ちやすくなります。またピックアップつまみ上げづらくなります。本番一発は良いとしても練習の時の繰り返しで時間がかかるので、こうしたところから差が開いていきます。当然カード以外にも当てはまります。卓上のコインに注目させるとき、コインをパームした手ごと視界に入りがちです。視界から外したい時もあるでしょうが、コントロールが難しくなります。もちろんつまみ上げて差し出せばパーム物と距離を稼げますが、それは卓上でのミスディレクションとは別の話に過ぎません。マットごと前に押し出して奥行きを稼ぐパターンは割と見かけます。デメリットは手前にマットがなくなることです。ラッピングを考えてみましょう。カードの下にこっそりコインをピックアップして離れていると離陸テイクオフが早まります。ここからラッピングの位置まで遠いと精度が落ちるわけです。それよりも手前近くまでマットがあった方がラッピングが確実になります。このチャンネルでいつも登場するこちらの机も TCC レザーパッドのラージサイズと同じ A4 ほぼ4枚分のマットを使っています。サブチャンネルギミカでもこのサイズで舞台と脇を区別してミスディレクションを狙いながら G2 円とやっています。例えば脇役的に端の方にパスを置いていますが、実は裏面にシェルが磁力吸着する重要な役割があります。直接机に置くとガリガリ音が立ちますし、シェルが傷つく原因にもなります。柔らかいマットの上でかつ存在感を薄めたいわけです。真ん中に持ってきて舞台の上でコイン2枚を音を立てて注目を集めます。そして脇に移動していって、また視界の外でシェルをパームします。はい、これでサイズに関する理解だいぶ深まったと思います。まとめると、肩幅との比較で肩こり首こりの原因になる、前後左右のミスディレクションが効くかどうかです。ちなみに TCC 製レザーパッドの場合 A44 枚分2枚分、その下は A41 枚分です。もちろん理由があればそれぞれお好きなサイズを使っていただきたいですが、少なくともどんな制約があるのかは自覚しておきましょう。ここから後半戦、色選びのポイント3つです。本当はもう一つ色かぶりの話がありますが、すでに意識されている方も多いでしょう。ざっくり言うと、赤いスポンジボールは赤いマットの上では際立たない、他の色の方が好ましいのではという話です。カードなどでも同様です。トランプとの色かぶりを避けて緑か黒を選ばれる方が多めです。ただここでは合理性を突っ走ると3つのポイントから黒に行き着くという話をします。3つのポイントというのは、汚れ、インビジブルスレッド、ブラックアートです。順にざっとご説明しましょう。1点目、汚れが目立たないのは黒です。ただこれは極論で、洋服や靴は黒が汚れ目立たないよと勧めているのと同じで、ファッションの多様性は失われてしまいます。具体的には手垢で汚れるという意味もありますが、それ以上に油性ペンが怖いですね。客サインカード、客サインコイン、その他筆記物、よくあることです。自分が気をつけていても客がサインした後、指にインクがついてその手でマットに触れてしまうかもしれません。蓋についたインク、卓上に置いてマットが汚れるかもしれません。あるいはサインが両面にあって乾ききらずマットが汚れてしまうかもしれません。マジシャンの指にインクがついているかもしれません。なかなか完璧に遠ざけるのは難しいでしょう。お高めの緑のマットが汚れてしまったらちょっとショックです。ところが黒であればもはや描いてしまっても怖くないくらいです。こちら使い古したマット2枚を接写しています。赤青ともに汚れが見えるでしょう。
とはいえ医者が白衣を着るのと同じで清潔感を保つためには定期的に洗う、買い替えるのも大切です。ポイント2つ目、インビジブルスレッドの紛れやすさです。これは言わずもがなですが、インビジブルスレッドがマット状にあるとき見えやすいのは明るい色の方でしょう。もちろん照明環境や個々人の色覚特性の差にもよりますが、明るい色は避けたいところです。ポイント3つ目、ブラックアートです。黒以外でも機能する場合がありますが、光をよく吸収するのは黒です。ちなみにクロスアップのブラックアートで誤解されやすいのが、黒と黒の境界を隠さない使い方です。これ動画では機能するかもしれませんが、対面肉眼では境目が丸分かりです。そうではなくて、背景の黒との境界一周を手の縁やカードなどで覆い隠すのがクロスアップ対面肉眼で有効なブラックアートです。これは裸で使うステージ的なブラックアートと混同されがちなんですね。これによりクロマットならではの創作例いろいろとありますが、ギミカでは小さいカード箱を弾くと瞬間的にポーカーサイズに大きくなる作例など解説しています。この他メンバーシップでも解説しています。ブラックアート用シートの商品ページぜひご覧ください。よく似た原理で背景の真上に接する場合は黒以外好きな色で演じられますが、同じ色の素材を見つけるのが面倒です。例えばこちらは科学実験風のマジックで、透明なペトリ皿に10円玉を置いて手をかざすと5円玉2枚に分離します。これは透明な丸い板の裏側を黒くしていますが、黒なら同じ色の素材見つけるの簡単でしょう。青や赤であれば全く同じ明度彩度の色を見つけて貼り付けるのが面倒なわけです。以上、マットの選び方ポイント5つでした。すっきりした回答として、スウェードレザーパッドのラージサイズかエコノミークロスアップパッドの 16×23インチ、どちらも黒をおすすめしますが、ポイントを自覚さえできていればあとは皆さん次第です。トレードオフ的に小さければ持ち運びやすい、好きな色があるなど、それぞれ利点はあるからです。この機会に改めて自分を見つめてみるのも良いでしょう。私はサインカード使わないから、私はカードアンダーザボックス演じないからという考えがあるとしても、それは純粋に興味がないのか、それとも今までできる環境になかったから興味が湧かないのか、本音というのは自分でも曖昧なものです。卵が先か鶏が先かみたいな話ですね。はい、長くなりましたが、本当はもう3点お伝えしたいことがあります。キリがないのでメンバーシップに譲りますが、趣味や職業でマジックを演じている方は必須の内容です。ぜひメンバーシップもご参加ください。ということで、ご視聴ありがとうございました。